クマンデクスアドベント。どうだ、開きそうか。もう少しだ。これはまたがっちりとプロテクトかけてるな。よし、開いた。開けるぞ。なんだ、ここも外れか。なかなかうまくいかないもんだ。一発お宝見つけてハンターキャンプの仲間に自慢してやろうと思ったのにな。おい、奥にまだ何かあるぞ。これは、レプリロイドの少年、なんだってこんなとこに。おい、むやみに触るなって。セキュリティに引っかかったらメカニロイドどもが湧いてくるぞ。俺は、一体何が起きたんだ？ここはどこだ？僕は、誰だ？ダメだ、何も思い出せない。あ、君は？私は、パンドラ。グレイ、あなたを処分する。グレイ？それが僕の名前なのか？処分って、いきなりどういうことだよ。あなたは私と同じロックマンの一人。でも目覚めが早すぎた。まだマインドコントロール済んでいない。ロックマン？マインドコントロールって僕に一体何をしたんだ。あ、失敗作は処分する。この人の武器まだ使える。僕が失敗作だって、なんだよ、なんなんだよ。とにかく出口を見つけなきゃ。このままじゃ殺される。
あれ、ここは。わーっと、おいおい、落ち着けよ。僕を殺しに来たのか。武器を下ろせて。君を殺す気なんかない。キャンプの外で倒れてたのを助けてやったってのに、ずいぶんな挨拶だな。僕を助けてくれた。君の名前は一体何があった？グレイって呼ばれてた。気がつくと何かの建物の中でパンドラってやつにいきなり殺されそうになって、それで逃げてきたんだ。あとは何もわからない。何も覚えてないんだ。なんか訳ありみたいだな。まあそう落ち込むなって。そのうち何か思い出すさ。ここは賞金稼ぎのハンターたちが集まるハンターキャンプだ。乱暴な奴も多いが、みんな気のいい奴らさ。きっと力を貸してくれる。その様子だとハンターキャンプのことはあまり知らないんだろう。まずはこの部屋を出て隣のトランスサーバーまで来な。俺が案内してやるよ。その、助けてくれてありがとう。気にするな。思った時はお互い様さ。その機械はトランスサーバーって言うんだ。こいつでデータのセーブができる。トランスサーバーの前で十字ボタンの上を押して試しにセーブしてみな。ハンターライセンス？これは？サーバーにアクセスしたことで君は正式なハンターとして登録されたんだ。トランスサーバーはこの世界のあちこちに置かれてるから、見つけたらマメにセーブしとけよ。待ってくれよ。僕はハンターになるつもりは。いいから持っておけって。最近は遺跡を荒らす違法ハンターが増えたんでね。それがないとハンターキャンプの施設に入れないんだ。後でいろいろ見て回るといい。そうだ、君、俺たちのミッションを手伝ってみないか？ミッション？俺たちハンターに出される依頼のことさ。こなせば報酬ももらえる。ほら、生きていくにはいろいろと必要だろ。俺はミッションの準備でステーションにいるから、用意ができたら声をかけてくれ。